ヴィンセント・エニエアマは、ナイジェリア・カドゥナ出身の元サッカー選手。ポジションは GK。プロデビュー以来長らくナイジェリアのチームでのプレーを続けていたが2005年、ブネイ・エフダ・テルアビブ FC に移籍、欧州の物体へとプレーの場を移した。その後、ハポエル・テルアビブ FC へと移籍し、聖 GK の座を確立する。その活躍から、 アーセナル FC が獲得を打診しているとの報道もなされた。2011年7月1日、フランスのラスック・リール・メトロポールに移籍した。しかしながら、出場機会が得られず、翌シーズンに、マッカビ・テルアビブ FC へと移籍した。マッカビ・テルアビブでは、政治家として27試合に出場し、10シーズンぶりのリーグ制覇に貢献した。 2013から14シーズンは保有権を持つリールに復帰。全シーズン後半戦にレギュラーを託されたステーブ・エラナがミカエル・ランドローが抜けた穴を埋められず、ランドローの後釜としてすぐさま政治家への座を確立した。リール復帰後は高パフォーマンスを発揮し、2013年12月3日に行われたオリンピックマルセイユー戦でパリ・サンジェルマン。 FC のサルバトーレシリグが保持していたリングン連続無失点記録を更新した。ナイジェリア代表としては2002 FIFA ワールドカップが代表初招集。この大会中の対イングランド代表戦にて代表デビューを飾り世界有数の競合相手に無失点と実力を発揮した。なお、チームはグループステージ敗退となってしまったが、これ以降は正ゴールキーパーとして 代表に定着している。2010FIFA ワールドカップ初戦のアルゼンチン戦と第2戦のギリシャ戦では失点し破れはしたもののリオネルメッシュのミドルシュートを後セーブで防ぐなどともに1失点に抑え大会選定のマンオブザマッチに選ばれた。ありがとうございます。